かねさんこんにちは、あかんですよ。で皆さん雪コートの編成どうしてますでしょうか。最近雪コートこの回帰黒がめちゃくちゃ多くなりましたよね。なんか前までそんなおらんかったのに、今やったらもう7割ぐらいの確率で相手に来るような感じになったかなと思うんですけど、やっぱりまあ初手からね、まあ何やったっけ、エアモードでまっすぐバーンって決めていけたりだとか、バースト発動したらいっぱいできたりとか、あと空中向こう内と積むみたいなパターンがね、まあ、結構強かったりするんで使ってる方も多いかなと思うんですけど、僕はまあ雪コートに関してはですね、この黒の後継者で戦ってます。黒の後継者雪コートにおいてめちゃくちゃ優秀なんでね、ぜひ使っていただけたらなと思うんですけど、この子には一人だけねめちゃくちゃ苦手な相手が雪コートにいまして、まあ、そのキャラが誰かっていうと、まあ、幻想コルネなんですよ。まあ、あの子に SS を打たれてしまうと、スピードタイプであるこの黒の後継者はもう30秒やったかな、なんかパラライズかかってねほぼ使えない状態となります。ただまあロブ打ったらね向上がしないんで、まあ、相手がイレバンギミック作らない系のギアショであればいいんですけど、まあ、そんな相手なんかもうほぼ 100% いないので、まあロブ連することはできないと。そうしたらまあ普通に返球してたら硬直するし、ガン詰めボレーされるし、イレバンギミックあるしっていうので地獄な状態になるんでね、まあ、もし黒の後継者雪コートに入れるのであれば幻想コルネ対策を入れた方がいいかなと思うんですけど、まあ、僕の場合はこのエクセリアを入れております。ただまあじゃんけん的なことを考えると、この怪奇黒化と幻想コルネ、この2つの編成の方が強いかなと思うので、まあその2人持ってるんであればそっちの方がいいかなと思うんですけど、僕その2人は持っていないので、まあ、このエクセリアと黒の後継者でまあ頑張って戦っているという感じになってます。マジ黒の後継者他のキャラにも買っていけるんでね、まあ、前に動画出したんでぜひそれも見てくれたらなと思うんですけど、まあ、どのような点で黒の後継者でねこの怪奇黒化に勝っていくかっていうと、まあ、シンプルに相手の体力を結構枯らすことができます。ほらもう相手体力ないでしょ。まあ、これねなんか相手のドリンクがちょっと悪かったような気もせんでもないんですけど、この試合に関しては。ただまあ初手からね絶対ほぼ確実に体力黄色以下にすることができるんで、それも結構いいポイントなんじゃないかなと思います。まあ、この子で、ね、普通にロブ打っただけで100ダメージぐらい入るときあるんよ。なんでそんな入るんかよくわからへんねんけど、まあ、もちろんギガスループスも持たしてて、でまあスロットスキル1にスタミナダメージプラス 13% つけて、スロットスキル3にサーブ、ま、なんかサーブなんとかなんとかタイプのに与えるダメージプラス 40% みたいな、そういうやつをつけてるんで、まあ、それで結構ダメージ入るという感じになっているんですけど、まあ、そこからただひたすら、まあ、頑張って取っていくという感じになってます。でも雪コートに関してはですね、このドリンクを取ると走りが速くなるっていう特別ななんかコートの性能があるんですよ。なので黒の後継者スタミナの概念ないんですけども、これドリンク取ることによって非常に戦いやすくなりますので、まあ、ぜひともね取りながらもう来たらもうすぐ取るみたいな感じでやってくれたらなと思うんですけど、まあ、あと対面で気をつけることは、まあこの怪奇黒化ってさ、バースト発動したらなんか飛燕ロブみたいな軌道で打ってくるじゃないですか。ってなると、まあ、こっちがね前に行ってしまうと、まあ、後ろに抜かれてしまう可能性があるんで、そんなに前には行かない方がいいんじゃないかなと思います。後ろでまあひたすら耐える感じかな。ほら見て、耐える枯れたやろ。しかもさっきロブで118ダメージも入ってたしびっくりするわなんか大概さ、スマッシュやったらめっちゃダメージ入るんですよ、この黒の後継者って。だからまあ極力スマッシュ打ちたくはなるんですけど、この怪奇黒化に対してはそのワンバウンドしてからスマッシュとかやったらいいんですけど、直接スマッシュしてしまうともう普通にエアモードバーンまっすぐ飛んできたりだとか、バースト発動してシュシュシュって飛んできてね、まあなんていう、後ろにファーって流してこられたりするんで、基本的にはこのノーバンでスマッシュするのはやめといた方がいいです。今ぐらいの位置やったらいい、間に合うんでいいんですけど、あとドリンク取ってたっていうのもあって今のは取れたんですけど、多分もうちょいだけ前とかにね、まあ、ロブとか打ち上げとかで、まあ、打つ場面っていうのが出てくるかなと思うんですけど、その時はもう直接打つのではなく、まあ相手がねもちろんその砂時計マークで出てまっすぐも飛ばへんし、バーストも一個もない状態であれば全然ね、まあ、そのまま打っていただいてもいいんですけど、あとはまあ SS 飛んでくるタイミングとかもあったりはするんで、そこも気をつけて、その3つともの条件が揃うんであればもう直接打っちゃっていいと思うんですけど、まあ、それがね重なっていなかったら1つでもいける状態なのであれば、まあ、やめといた方が無難なんじゃないかなと思います。まあ、ひたすら耐えるだけですよ。まあ、言うて相手の SS も飛燕で、かつまあ、あれ持ってないんで、ヘリオブライト持たしてる人なんかもうほとんど僕には来ないんで、まあ、レフコスかミララ系ぐらいなんですよ。なので、まあ、SS の速度はそんな速くないんです。あとまあ相手が SS 打つちょっと前ぐらいのタイミングでスペシャル打つことができたら、相手の SS 遅くすることもできたりはするんで、まあ、それでもさらにもう何をしても絶対取れるみたいな状況になるんで、まあ、うまいことを打てたらいいんですけど、ただまあ SS 溜まる速度とね、スペシャル溜まる速度はまあ黒化と比べて違うとは思うので、まあ、運ゲーになるとこもあるかなとは思うんですけど、まあ、そこは臨機応変に頑張ってください。あとまあ割とロブも打っちゃった方がいいかな。まあ、相手エアモードスマッシュできるから、まあ結構ねなんていう、角度のついた感じの、まあ、かつタイミングが早いスマッシュが飛んできたりしてやばかったりはするんやけど、
意外となんとかなります。はい。で、まあ、グッズに関しては僕はあのエリートアンクルですね、エリスグッズに、まあ、あのスロットスキル3に、ポイント開始時に13秒間着弾点が見えるっていうものをつけていて、エンブリムに関しては7打球したら着弾点がずっと見えるよってものをつけてるんで、まあ、ずっとね見えながら戦っていけるという感じになってます。まあ、この前ねそのエンブレムというか今も交換することができるんで、まだ1個もそういう剣持ってないのであればぜひ交換してくれたらなと思うんですけど、まあ、それでやってあげると、まあ、結構ねこういうなんかカクンカクンって曲がってるやつでも取りやすかったりはするで、まあ、もちろんなくても戦える人はいるかなと思うんやけど、こんな頻繁になんかカクンカクンされとったらわからんくなってくるから、もう個人的には着弾点見えた方が戦いやすいんじゃないかなとは思います。はい。で、まあ、この今の相手は、まあ、結構今長引いて試合してるかなと思うんですけど、なんかあんま体力枯れなかったんですよね。まあ、靴も特にそのダメージカット靴っていうわけではなかったから、あのフラン靴やったと思うんで、スインゲリアプラス 10% のやつなんで、なんでかはよくわからないんですけど、まあ、靴のスロットスキル3でカットしてるのか、シンプルにドリンクがよく来たりとか、まあ、俺が打球するタイミングが遅いというか、なんていう頻度が減ったらさ、相手って3秒ごとに体力回復みたいな多分あったと思うから、それで、まあ、あの体力減らした分がすぐ回復されてるだけかもしれないんですけども、まあなんとか頑張ってください。枯れなくてもまあイレワンギミックあって、こうやってローブで決まる時ももちろんあるし、まああのえぐい角度でねジャスト確定なんで、まあ、それで決めていくこともできたりはするんで、まあ、ギガスループスってテクニック値も上がるんでね、あんまアウトしないんでね、まあ、ちょっと勇気持って角度つけてもいいかもしれないですね。というわけで、まあ、続いてはアンナさんと、まあ、この対面した試合になっておりますということで、どうぞ。あ、アンナさんや。え、黒子ゲットしてる、いつの間に。え、俺ランカーの使い方まだ見てないんやけど、出しとったんかな、ちょっとまだ見てないや。しかもこれハードじゃなくて何やったっけ、これユキか。ユキは俺黒子後継者で戦ってるけど、上手い人のユッカちゃう、さっきまでずっとユッカと戦ってたから、もうこんがらがってるわ。いや、今のフェイント見た、飛燕エッセスと見せかけてる普通のやつ。くかれたんちゃう、まあラッキー。いや、後継者のからしやっぱ半端ないな。普通にラリーしてるだけでこんな枯れてやばない。お、遅い。ここまで枯れとったら結構よくね。でも相手エアモードめっちゃできんもんな。あと相手がめっちゃ上手いっていう問題点がある。そこが大問題やねんけど。でも相手ビラだけじゃないから、光の方で、特異状態解除するっていう策もあるんやけど、黒が割とすぐ SS 溜まるから、その解除してもそこまで意味ない事件っていうのがあるんやな。それがちょっと厳しいところ。うわ、今の飛びつかんと取ったわ。マジで噛みすぎる。ロッキー。ドリンクも来てるのええー、な、走り速い。ただ相手体力も満タンになってるから、こっから全然挽回される可能性しかない。でも相手そうか、こっち SS 打たれへんのに相手レフコスやから結構、その点は相性いいな。いや、それうまいわ。参ったあかんわ。絶対参ったあかんわ。ルチャで来へんのかい。あー、スマッシュ打てるのはマジありがたい。111。 OK。 いや、なんか毎回俺がスペシャル打ってから SS 飛んでくるタイミングやからさ、すごい戦いやすいな。 SS が遅く飛んでくるってすごい取りやすい。よいしょ。うわ、ドリンク来ちゃった。走り速っ。やばいやろ後継者。グラマスまだ誰も入れてないわ。後でやるわ。よいしょ。え、取ったって、下手くそすぎ。マジかよ。全然速くない。ヘリを乗ってない飛燕とかマジで。なんともないのに取られへんのはマジでやばいな。かわいていつの間にかもう体力満タンになってますって。おぉ、なになになに。あ、空振った。やばすぎ。こんにちは、どうもどうも。反射神経初老レベルやから無理。いや、もうユッカミラーは結構反射ゲーナとかあると思うで。やば。いや、それはうまい。あ、無理や。デュースまで持ってかれたらちょっと厳しいわ。あ、決まらんよね。でも相手多分もうすぐ SS。やっぱりな。うわ、でか。
どうする？これ、光で解除する？いや、今の相手、フラットサーブジャストじゃなかったから、マジで光でいったら、勝て出せずだったな。怖っ。これでかい。うわー、でもドリンク来たな。キャー！いや、もう早いって。無理だよ。神速ってやばいよな。でも神速、高速に、何やったっけ、弱体化じゃなくて、判定弱体じゃなくて、何やったっけ、名前忘れた。下方修正されるってことはなさそうやけどな。どうなんやろ。相手もうまっすぐエアモードできんな。やば。わ、そのボレーはちょっと、ラッキーやったな。ロブ撃ったって、なんで飛びついたん、後継者。ちょっとエリア遠かったんかな。よいしょ。いや、無理。うまいって SS 打てるんかな。ドリンクだけ取りたい。オッケー。来た、取れた。いや、取れねー。いやー、無理だ。無理です、アンナさん。はじめいけるかな、思ってんけどな。無理やった。